それでね、大体ね、このくっちゃべりおしゃべりはまあ大体終わったんですけど、まあこれからまた何癖話、あの愚痴話、なんかそんな話になるのかな。ここでスンダモンからお知らせなのだ。万歳大家さんがバイクに乗ってバンコクの街を走るこの動画、おしゃべりは BGM だと思って引き流してほしいのだ。やっぱりネットとかね、 X 見てて最近思うんだけど、あのね、ネットとか YouTube、 それとか、なんだ X、 よくね、あのまあ言い過ぎるのは確かに良くないです。ヘイトスピーチにもつながりますからね、言い過ぎのね、極端なのはね、それでよくね、法的手段に出ます。法的手段、あ、ここまっすぐ行ってもいっぱいでいらっしゃって出る、行けんだね、ほら。でも万歳大家はラプラーの方行きます。でまた戻ります。もう暑くなりました。法的手段、つまり名誉毀損ですよね。名誉毀損っていうのはね、最近よく目立ちますよ。有名大学の教授がね、したとか、あと訴訟沙汰でいうと、あの暇空あかねさんがあの東京都に勝ったとかね、あれはあのなんかしたら、その法金中中っていう言葉を流行らせたのも、あの暇空あかねさん、バンズグランドステーション、あ、ここまっすぐ行くとプルンテッパーパッド駅なんだね。そのね、左系がその公金中中、あのその税金を原資に、なんかいい活動の原資になってる、そんなんでいいのかっていうの、そういったことをね、暴いてね、で逆にあの訴えられたのかなんかしないけど、それで暇空あかねさんがの主張が認められたっていうね、あれはあのでもね、よくぞそういうの見つけて、そういった闇を暴くっていうかね、あのよくぞ やったりっていうのを感じたけど、まあ万歳大家の話をしてたのは、その名誉毀損ですよね。名誉毀損、法的手段に訴える、万歳大家そんな名誉なんかないからね、名誉毀損なんかしません。あのこれ万歳大家の個人的な感想ですけど、考えですけど、あのよくそういうふうに絡んでくれてありがとうございますって言いたいぐらいです。あの外務大臣みたいなもんでね、あのそこまであのお気にかけていただいてありがとうございます。そういうふうにね、あの応用でいたいですよね。まあ心穏やかでない場合もありますからね。万歳大家なんか動画にね、必ずね、よくないねボタンを押す方がいるんですよ。で8時に動画をアップしてるんだけど、それでもう多分これ最後まで動画見てないんじゃね、なのによくないねボタン押されてるんですよね。見てるのかもしれないですけど、でその人が必ず毎日ね、あの10日のうちの9日はね、9日はよくないねボタン、そんなでカリカリしてるくらいだから、何が多いよっていうのを同族じゃん、万歳大家さんもとか言いたくなるんだけど、 MRTA ハーイエークラップラオ、ここはねラップラオのゴサロっていう駅ですね。ハーイエークラップラオ、普通の交差点は4つに分かれてるんで C イエークって言うんですよね。サンサロはサムイエーク、イエークって分かれるって意味なんだけど、万歳は10年もねバンコクにいると多少言葉は覚えるわけですよ。あの小学生並みのね、記憶力は小学生以下ですから、それで あとは衰えていく一方なんですよ、滑舌滑らか、そんなんでね、でもちょっと、ディンデン、これがすごいのはね、万歳大家のね、町ね、あのディンデンに行けると、このディンデーンというところを狙っていきないよって言ったら、万歳大家の位置近いんですよ。ディンデーン、あれ左じゃんディンデーン、あ、ここからでも行けるの、紛らわしいな、このあ左ディンデーンって書いてあるの、ほらディンデーン、ね、だからね、万歳大家の位置、あのほら首都高とか、あの関越自動車とか乗ると、そのうちほら、あ
皇居、なんかあの道路案内に出てるじゃないですか。もうあのバンコクの中心、ド中心でもあのスラムがあるくらいのね、あの、まあ、東京で言ったらあのその東京都内の23区の山手線のど真ん中、まあ、やあのあの文京区のどっかの田舎みたいなそんな感じになるんかな。まあスラムがあるくらいですからね。そのディンデンなんですよ。だからバンザイウェアのね、うちね、酔っ払ってヘベレゲになって、これいつか話したかな、どうしようもなくなってもタクシー捕まえてディンデンといえばなんとなく近くまでは帰れると、そういうとってもありがたいね場所に住んでるわけです。はい、あこれあのイッパーディランシット通りですね、多分ね。それをディンデンの方に走ってる、なんかちょっと広角的によくわかんないけど、まあ適当に行きますか。これあれじゃん、バンコク島の第二庁舎じゃん。いや、バンザイウェアのうちこっちじゃん。なんだ、全然大回りしてないね。ちょっとうちの周りちょっとだけ回ったって。今何時、ほらまだ、まあ、3時5分じゃん、3時5分、全然時間あり余ってんじゃん。じゃあこっから行ってみようか。はい、ここもディンレーンじゃないかな、区でいうと。あれこれどっち回るんだってて、あ左行かないとダメだよって書いてあるんで左行きます。なんか久しぶりに撮るんで忘れちゃった。あれ、あ前の車はジャガーですね。そんで何の話してたんだよ。そうそう、ディンデンってね、いい場所にあるっていうね。ジャガーを華麗に抜き去るバンザイ小屋。あ、なんか違う道走ってるな。あ、いいけど。それで、その名誉毀損ってなんかね、残念だなと。人間の名誉って何なんだろうなとね。名誉とか人権とかね。あれ、これ。ここ通ったことないな、ラプラウ18、ラプラウ18に出る道だって言うんだけど、ラプラウ18って。そういうわけで、あてもなく走ってるバンザイ大家の旅、バイク、モトブログ、ここどこ走ってるか全然わかりません。まあ方角的にはあれがほら、バンコク都庁舎なんで、向こう側がディッパーディランシット通りなんじゃないかなと思います。まあそれでね、こうやってあと実質6日間なんだけど、こうやってね、あの暑いな暑いなとか言いながらこうやって走るんだけど、これ日本行くとね、やっぱり息苦しいっていうかね、しばらくいるとね、まあ、1週間10日もいるとね、いやー早く帰りたいってね、なんか言いたくなる。あ、そうだ、いっぱいでいらっしゃることに出ます。それでここ来て、あ戻ってきたってね、やっぱ開放感がね、日本とは違いますよね。というかバンザイ王やね、あの日本の家族のそれ、日本にいるといろいろなしがらみがありますからね、それ全部ね、あの売っちゃっといて、もう家族の弟とかね、なんかに任せちゃって、いや、そろそろもういい加減、そういったこともしなきゃなんないのかなと思ったりもするんだけど、いやー、そういうね、無責任、無責任、それやっちゃってます。なんか来た道戻っていいような気がするんだけど、まあ、甥っ子とね、母親の誕生日の同じ4月19日なんですよ。その時は実家に帰って、それでね、一緒にご飯なんか食べちゃったりしてね、ひとときをね、過ごさせてもらおうかなと思ってんだけど、まあこっち来るとね、もうよ捨て人になるしか、他人の迷惑を顧みずにかね、悪いなと、そういったふうになるのは、これはね、避けられないです。本当に肝心のね、
何のしがらみもないって人はいないと思うんですよね。あのこっちに住んでる皆さんね、若い人はそういう心配はあまりね、ない部分っていうのはあるんじゃないかなと思うんだけど、あ、左曲がるの早すぎたんだね。あの軍の大学もっと向こう側だ、もっとずっと向こう側がその大学の学生ね、ビッパーディランスト通りですというわけで、だらだらとのんびりと、ちょっと日が陰ってきたから気分涼しくなったかな、でもまだ時間いっぱいあるし、万歳大家のモトブログお話ししてみました。ホイクワン、スティさん、サパンパイ、右側に行くとディンデインになってますが、ホイクワン、スティさんの方から左に曲がって、帰りたいと思います。あの次の先の方に見えるあの赤い信号がね、スティさんの信号です。そこ曲がって行ってもいいんだけど、適当に帰ります。それじゃあ、タイの小動物コーナー、ニャンゴちゃんコーナーじゃないかもしれません、ニャンゴちゃんコーナーかもしれません。バイバイです。左曲がっちゃいました。バイバイでございます。